はい、リップアップの岩崎です。リエです。お疲れ様です。お疲れ様、リエちゃん。最近店長の中もお疲れですね。ちょっとな、なんか先週から調子が悪くて、はい、で調子が悪いだけかなと思ってたんだけど、はい、ほんまに調子が良くなかったの。なんかね、今日も来たらちょっとこの辺にガーゼがね、ちょっとこう張ってるのよ、皆さん。まあ、あんまり見せないけど。で、これでも、そう、ね、良くなって、帯状疱疹っていうやつになって、初めて。ヘルペスウイルスっていうやつにやられてる。もともと多分みんな水疱瘡、俺も持ってるんだけど、水疱瘡にかかってると持ってて、はい、まあ、疲れると出るらしい。で、それで、はい、それでなのよ、お医者さん行ったの僕。皆さん見て、ここ。で、疲れが出ると、こう、このなんかグラフで、まあ岩崎さんこの辺りなんですよ。ああ、わかりました。でも下見てください、これ60歳以降が多いって書かれてんの。まあ、ひどない？俺46やって。でもまあ、ちょっと心当たりがある、リエちゃん。はい。血圧が高いのよ、ずっと。やっぱりこう、ちょっと自分でも気になる、自覚がめちゃめちゃあって、そういった意識がいくつかあった、で疲れやすいだとか言い訳っぽいことになってたけど、はい、そうじゃないかなと。はい、俺血圧計持ってるから、もう普段から割と測られるんですね、うん、測られるんですよね。そうそうそう、それも血圧、お医者さんにも一回行ってるし、一応こうしてくる。そうそうそう、ちょっとまあ、体質改善じゃないけど、はい、健康チェックをしようと。そうですね、で健康日々、ね、そうチェックして自分で考えてない、思ってないとあかんやろ、なかなか。で結論的に言うと、はい、俺寂しがり屋やということで、はい、なんか一人で健康チェックするのもおかしい、寂しいなと思って。やっぱみんなで、みんなで道連れにしてみんな健康チェックしようと。大事です、それ大事です、ね、そういうこと。スタッフちょっと一度、そうそうそう、頑張ります、ね、ということで、今からみんなの血圧を測っていきたいと思います。はい、一回じゃあノリトから行きたいと思う、ね、で、はい、俺ね、ちゃんと、お医者さんに測定の仕方も教えてもらってるのよ。はい、本当は3回測るらしい。まあ3回、数値がバラバラだから、はい、毎回、あ、平均の真ん中取るだとか、うん、そんなんがいいって言われる。でも時間がないから1回ずつ、はい、やりたいと思います。じゃあノリと、はい、こいつを、うん、肘の、1、2センチ上に軽く、うん、巻きつける。まっすぐじゃないと、うん、はい、うん、きつくないけど、なんで、そう、腕ってあのボタンを押すと外っていうの行くよ、これでブーッと膨れるから。回しますよ。はい、っていうか、これまだスタートですよね、今やるだけ。そうそうそう、でも心臓より手の高さでしたっけ、ちょうどいいのは心臓の位置が高く、嘘、手高くない、嘘一度きりだから一発勝負で、一応上が151、下が92 で脈拍64、脈拍拍ですね、ノリと、はい、高い方じゃねえ実は予備軍一番健康体だと思う。じゃあリエちゃん行こう。はい、わかりました。肘よりも 1、2センチ上ぐらいに、うん、その辺、その辺、もうちょっと上、ちょっと上、ここら辺、それなんか金具が痛そう。この辺でいい、うん、なんか、うん、もうちょっと上だ。上まで上がらない。上がらへん。まあこれで一押してみよう。よし、じゃあ。普段でもそんなに本当に高くないんです。うん、めっちゃ低い
って言ってびっくりされるんです。おお、やっぱ低いわ。113の75の52、はい、すごいな、脈拍52なんや。低い方ですね。すごい少ないです。少ないよな。だから、なんて言うんですかね。長生きするじゃん。象のように。長生きすると。りえちゃんは113の75の52でした。はい。じゃあ、トリッピー。トリッピーはまあ、もうこの歌いです。まず最近細くなったよな。よく焼けてはりますね、やっぱり。仕事やけ。まず足るそれ。足らない。さっきあのりえちゃんこそ。ここは足りないっていう。カツカツいけるやつね。いけたかなみたいな。ちょっと低めやけどね。なんかこうもうすでに届いてないな。押しますね。行こう。はい。おお、まさかの数値。心拍数89。まあそれはまあちょっと多少心臓に、でも126の75ってベストや。ベスト、一番ベスト。脈拍が89、はい、さて真打ち登場最終ということで、はい、では最後に私、測ってみたいと思います。あ、やっぱりあかんわ。やっぱり正直でした。機械は知ってました。これです。完全に高血圧ですね。上が173の下が123と、はい、高すぎやろ。脈拍はまあ70、これ普通だと思うけど、これ高血圧の、あの大体ね ABC とかなんかランクがあるから、 ね、あれも上の方やで。いやー、もう先を立つしかないです。酒立たなかな。一番は酒っすね。そして歩くことがですかね、 やっぱりね、体を動かしてなんとか健康に。こんな結果になっちゃいました。店長もう気にかけてますよ。やばいですよ。じゃあみんな自分の数字を言っていってくれ。はい、私令和113の75でした。はい、トリッピーは126の75です。151の92ですね。そして私岩崎173の123。はい、ぶっ飛びすぎでした。特に下で予想はしてたんですけどね、高かった。でこれがどういうものかをちょっと見ていきましょう。はい、りえちゃん見せて。もうちょっとアップにしようかな。僕一回ね、お医者さんにかかってるの、高血圧だから、ね、でこういう感じで、危険度が書かれてるのよね、グラフの中で。こっちとこっち見えると思う。見えるか、うん、もう一つの前のページは、これも分かるけど、こっちかな、こっち、はい、ここでノリとは一度高血圧でリスク第一層とか、こういうまあいろいろ重なるとあなたのリスクはこんなもんですよと。意外でしたね。でも、うん、低リスクちょっと危ない予備軍、とりあえず低リスクで僕はもうこのゾーンなのよ。でこのゾーンでこっちの要因関係なしにもう高リスク、オールマイティー、ひどない？オールマイティーです。ひどいわ。一応数値でこう、まあ、健康この辺ですね、正常血圧とかどうでしたっけ、先に出たの、うん、そうそうそう、このこれ、あ、ここで、ね、リエちゃんはねこの枠にも入らない白いやつ調べたのよ。何か長寿であるって書いてた、ね、長生きするわ。指摘血圧そう
至る。そんな大丈夫や、ね、初めて知りました。俺も知らんが、俺も上しかないからよ。ということでトリッピー、俺はどうしたらいいと思う。まずあのお酒をちょっと控えるのと運動をする。お酒よりも運動じゃないですか。まずでもあと野菜とか全部はあかんもんな。早寝早起き、はい、それぐらいは適度な運動、健康的な食事。すいません、一応僕は健康になろうと思ってるんで健康になります。でも健康になったらいい仕事できないかもしれない。これぐらいがちょうどいいかもしれない。まあとりあえず、みんなを道連れに健康になる。徐々にあの生活のルーティンを移しながら健康になってやる。じゃあな、みんなで健康になるぞ。おー。